ティカ。パラスティカの豆だと澤部です。今日はスターバックスでございます、はい、本日もですね、スターバックスの新作やってまいりました、はい、6月20日、昨日からかな、発売された、うんうん、チャンキークッキーフラッペチーノめっちゃ噛むよ。飲んだことありません、はい、私もないんですけど、はい、一切告知なく昨日突然発売されたらしくて、3年ぶりの復活らしい。オリンピックみたいなことしてるんですか。じゃあツイートもすごいバズってて、はい、みんな待ってましたよみたいな感じだったんで、ちょっと私たちも買ってきました、はい、ジャンキークッキーフラペチーノの皆さんです。素晴らしい。はい、皆さんこんにちは。すみません、いただきますね。いただきます。うわ、めっちゃクッキー大好き大好き。クッキー&クリームとかそういうの大好きなんだけど。美味しいよね。これやばいね。これはもうデブよ。カロリー440くらいあるらしい。じゃあメロンパンと同じくらいだわ。うわ、高ーって感じだもん。いらない。鼻を通り抜けるのがマジでクッキーって。ちょっと待って、感じれないわ。嘘でしょ。あ、ちょっとむずい、その技。マジ？どっかの、どっかってんの？飲むじゃん。うん、おー、クッキーだ。え？ってやりすぎたらダメだよ。あー、わかった。わかった？むずいけど、この辺になんとなく原始パイを感じる。そんなむずい豆田さんのために、今日はですね、クッキーも買ってきてみました。どん。これが入ってるってことだよね。こちらで追いクッキーしていいです。しっとりしてんだっけ、こんな。なんか喜びね。チャンキーですね。チャンキーててれ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 てわかる？ね、全然わかんなかったけど乗ってみた今。ブルーノマーズのチャンキーって曲があるの。わかんないなぁ。チャンキーててれ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 。どうしよう、これであのあんたが想像してるチャンキーとブルーノマーズのチャンキー違かったマミダのチャンキーとブルーノのチャンキー違かった結構合ってた。合ってた、よかった。パラスティカ。クリパーリー、ヒャックリパーリー、クリパーリー、ヒャックリパーリー、パルー。私、ひたしたチャンキーにしたから。ひたしたチャンキー、ひたしたチャンキー、ひたしたチャンキー、ひたちゃん、めちゃめちゃいい。私は…のせなんだっけ、つけちゃん、つけちゃん、つけちゃんチャンキー、つけちゃんチャンキー。おいしい。てん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 。ひたちゃんマジでうまいよ。一口サイズにして、一口サイズひたしたちゃんキー。こんなんやったらどこにあるか分かんなくなっちゃうないんですか。一回沈めて、沈めたちゃんキー、ちゃんとよく絡ませる、絡ませちゃんキー。そしてどこで、こうやってこちら、あ、うまい。これで食べる。上手だね。じゃあこうやってやるわ。いや、飲んでないや。いや、人のやり方聞いといて全然やらないじゃん。あ、ひたちゃんうまい。うん、冷たくなって美味しい。クッキーだし、さらに周りもなんか食感がなんかさらに良くなる感じがあるよね。あるな。入れ方めっちゃくちゃあるな。屋台のさ、おばさんとか出すんだよね、うん、もっと丁寧にやんなさいよとか思うけど。300円みたいな。大きいのしかなくて5000円になっちゃう。5000円。5000円。細かいのはない？ない、すいません。はい、先4000円。いいやつ感満載。いいやつ感パーリー。いいやつ感パーリー。刺すとクッキーカリカリになんない？わかる。なんか締まるのかな。うまがわうまみ。パラスティカ。ジャンキークッキーフラペチーノ飲んでみました。はい、これは絶対みんな好き。嫌いな人はいないと思う。みんな、これ飲みながらチャンキー歌ったら楽しいと思うので、ね、ぜひ真似してください。せーの、チャンキー。レレレ。私たちのツイッターアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、パラスティカでした。